どうもカマスです。今回はアディダスコパセンスプラスを履いてみたいと思います。今回履くのがこちらのコパセンスプラス FG 天然芝用のレースモデルで、こちらのモデルを実際に履いている選手はディバラ選手、フェリックス選手、ペドリ選手がいます。またこちらの紐のあるタイプのコパセンスポイント1を履いている選手にノイアー選手、香川選手、ギュンドガン選手がいます。価格はアディダスの直営店で 36,300円で、今現在カラーが何色か展開されています。前作のコパ20プラスから、大幅にデザインや機能性が変更され、アディダスの公式サイトではこのように紹介されています。優雅なタッチに好転するレースのスパイク、最適なフィット感を追求し、内側から外側まで精密にデザインされたスパイク、水を吸収しにくいフュージョンスキン加工を施したカンガルーレザーアッパーが繊細な素足感覚でのボールタッチに好転、足首周りとかかと部分に解剖学的に配置されたクッション性の高いセンスポットが足とスパイクの隙間を埋めることでより優れたフィット感に好転。新たに開発されたアウトソール、内側2本のスタッドが柔らかい素材を採用することで地面からの衝撃を吸収し、より優れたボールタッチ感覚に足の裏から好転してくれるみたいです。コパセンスシリーズは前作より前足部のカンガルーレザーの使用範囲が減り、よりボールタッチが感覚的に近く、こちらのフュージョンスキンアッパー採用で撥水性、水をより吸収しにくくなっています。インフロントとアウトフロントに配されたタッチポットがトラップ、パス、ドリブル、ターンに貢献し、足に吸い付くようなボールタッチをサポートしてくれます。レースレスモデルで重要なフィット感はアディダスプライムニットを採用した履き口と、ヒール部分に配されたセンスポットで絶妙なフィット感が感じられ、かかとからアキレスにかけてヒールを固定し、足首は自由に動かせるようになっています。新しくなったアウトソールは内側2本にソフト CPU チップを採用したスタッドが衝撃を吸収してボールタッチを足の裏から好転してくれます。履いてみて、僕自体レザー革のスパイクを履くのが久々だったんですけど、やっぱりこの革のスパイクっていうのは、足に馴染んでとてもボールタッチがしやすかったかなと思います。 X ゴーストのミラージュスキンやフルロスキンも足にフィットして、非常に履きやすいのはあるんですけど、やっぱ天然革のこういうスパイクの方が足なじみがよく、非常にボールタッチがしやすいなという印象がありました。天然革でさえボールの勢いを吸収してトラップなどがしやすくなるんですけど、このコパセンスシリーズからはタッチポットが、インフロントとアウトフロントに付けられたことで、よりトラップの応答をしてくれました。初見ではかなり具体的についているので、蹴った時やトラップした時に違和感があるんじゃないかなと思ったんですけど、実際履いてみると別に違和感などはなく蹴ることができました。このコパセンスシリーズから採用された、日本のソフト GPU チップは、感覚的には全然感じることはできなかったんですけど、逆にそれが違和感なく自然に履けているということなのかなという感じがします。違和感なく自然に履けて、その効果が得られるのであれば、それが一番いいかなという